今回はお菓子を買ってもらえずにスーパーで大暴れして出禁になった。ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY36歳。お菓子を買ってもらえずスーパーで大暴れして出禁に。マジで悲しい。お菓子買ってもらおうとしたらスーパーを追い出された。結局お菓子は買ってもらえなかったしスーパーは出禁になったんを。後親が、家も出禁にしてやろうかって怒ってる。家出禁は実質の追放で草。何をしたら出禁になるんだよ。お菓子でなんで出禁になるか詳しく。どのお菓子かは伏せるけど、玩具がついたお菓子が欲しくて親に買ってくれって言ったんだよ。そしたらまず働けって言われてさ、Y は36歳までずっとニートだし、働いてから買うってなったら絶対にそのお菓子は手に入らないだろ。おまけが入れ替わったらどうすんだよ。だから絶対に今欲しいって怒ったんや。それは親には怒られるかもしれないけど、出禁にはならなくね。だよな、意味がわからん。お菓子が欲しいのに Y のことを親が無視したんや。だから怒って、荷物いっぱいのカートを蹴っ飛ばしたんを。がまるじで草。これはアウト。蹴ったカートが歩いていたおばあちゃんにぶつかってさ、店員にも怒られたしおばあちゃんの家族にも怒られた。親は真っ青になってたよ。でも Y はパニックになってたしお菓子も欲しくてさ、そこでダダをこねて欲しかったお菓子を掴んで投げたんや。正直、最後の方はなんであんなことをしたのかわからん。気づいたらスーパーは出禁になってて親には大目玉。マジで憂鬱や。なんでスーパーなんか連れて行ったんだよ。親のせいにするなよな。っていうか一致はスーパーに行きたくなかったってこと？で、どういうこと？とりあえずがマルジとしか。Y をスーパーに誘ったのがマッマだったんだよ。嫌だって言ったのに引きこもってるくらいなら荷物持ちしろって。その結果がこれだぞ。マジでひどいわ。親のせいじゃなくね。こんなのがいたら親は辛いな。ちゃんと謝ったのか？店とばあちゃんには親が強制的に謝らせてきた。あと、親もかなり謝ってた。Y が家に帰ってからも、親だけスーパーとかに行ってたっぽい。親には頭ごなしにめちゃくちゃ怒られたから、まだ謝ってない。部屋に入ってろって言われたから今ここで拗ねてるところ。なんでお前が拗ねるんだよ。もうこんなのしてるしかないだろ。うわぁ。ニートってみんなこんななのか？年齢は？ 36 歳だよ。もうずっとニートしてる。正直やってることが Y の家の3歳と変わらないんやが。わかる。うちの5歳の方がしっかりしてるわ。ニートって怖いな。同じ人間だとは思えない。まあ IQ がやばいんだろう。もしかしてギリ犬？ギリ犬って何のことや？ギリギリ健康ってことか？ Y はまだ健康だぞ。酒とかタバコとかは嫌いだしな。それより今でもあのお菓子が欲しいんやが。どうしても買って欲しいって言っても多分無理だよな。大した値段じゃないんだぞ。なんでダメなんや。お小遣いもなしやし、それくらい買ってくれてもよかったと思うんやが。引きこもっていたいのに、スーパーまで連れて行って手ぶらで帰れっておかしくないか？一緒に出かけて何かを買ってもらえるって思うあたりが幼稚園児の発想なんだよな。養ってもらってるんだし、荷物持ちくらいはタダでやるべきだろ。マジでこいつクズだわ。こういう子供に育ったらどうしたらいいんや。イッヌの方がイッチより役に立ちそう。それはイッヌに失礼やで。Y の家のワンコと戦わせたい。犬ってよりニートは猫じゃないのか？あいつらの方がダラダラしてるし。ヌコ様の文句はそこまでだ。はぁ、まだ親が怒ってる。廊下でブツブツ言ってる声が聞こえるわ。これ、夕食の時間になったら下に降りて行ってもええよな。お菓子も買ってもらえなかったし、昼食の時間は切れてて食べ損なったから、このままだと2食抜きなんやが。カップ麺でも食ってろよ。飯の心配より今後の自分の心配をするべき。追い出されるかもしれないのに悠長なこと考えてるな。追い出されない自信でもあるんだろ。こういうがマルジは捨てるしかないと思うわ。捨てても自分が悪いと思わなさそう。ニートって現代社会が生んだ闇なの？それとも昔からいたの？昔だと、こっそり家族に消されてそう。どうなんやろうな。気になるわ。はぁ、マジで出禁とか意味がわからん。普通謝ったら終わりだよな。ばあちゃんも元気そうだったし。いやいや、ちょっとは反省しろよ。親の気持ちを考えるといたたまれないな。親のためにも消えろよ。イッチが36ってことは、親の年齢は？親の年金を食いつぶしてお菓子買ってもらって楽しいか？親がいなくなったらどうする気だろう。親も余生をニート抜きで楽しむ権利があるよな。そのうち置いていかれそう？こんな子供が生まれたら悲しくなるわ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、朝からコンビニでサラリーマンと喧嘩になる。Y、月に1回コンビニのおにぎりを全部買って、冷凍するために商品棚のおにぎりを全部カゴに入れようとする。リーマンがそれを見ていて、おい、お前何しとんねんと言いがかりをつけてくる。Y、睨みつけるも無視をする。
リーマン、働いとらん奴が買い占めておかしいやろが、と怒鳴りつけてくる。店員が気づき、商品は早い者勝ちなので迷惑行為はおやめくださいとリーマンをなだめる。リーマン、不満そうな顔を浮かべた移転。読んでないけどイッチが悪い。かまって欲しそうだからかまってやろうか。一行目しか読んでないけど多分お前が悪い。なんでニートと見破られた？私服で若そうやからとちゃうかな。なんでリーマンがイッチをニート認定できんねん。設定がバすぎるから練り直せ。働いとらんやつがって言い方やからニートとは限らんやろ。学生とかもあるし。黙ってただけやん。意味わからんから睨みつけはしたぜ。ニートだけ本当。なんでニートってわかったんや。そのリーマン設定おかしいで。パンクブーブーやん。クソみたいなすればっか立ててるな。なんでニートって知ってるの。睨みつけて虫は草。おにぎりカゴに入れてて何してんねんは意味わからんからな。全部買って冷凍するってところが斬新でおもろかったぜ。ニートだけ本当や。おにぎり1個だけ買って帰ってきたやで。私服で若かったら普通大学生と思うしありえんやろ。もう少し練ってこい。やから、大学生やとしても働いてないやつってのは当てはまるやん。コンビニ店員が早い者勝ちなので、とか言わないだろ。店の中で殴り合い始まったら困るから、ベテラン店員はルールを明示しただけやろ。そもそも実際早い者勝ちやろ。デレステから声優とユーザーを奪った馬娘は絶対に許さないよ。無理ありすぎるでしょ設定が。まだ朝早い時間なんだから、だらしない私服だったとしてもあと数時間後には仕事行ってるかもしれんのに、いきなり働いてない扱いはせんよ。作り話でしょ？若いから社会人と思わんかっただけやろ。コンビニおにぎり冷凍したらまずくなるやろ。親の言いつけやからしゃあない。次からレシートくらい載せろよな。買い占めたおにぎり取ってあげてみろや。冷凍室やからめんどい。ひたすら本当はめいてるくせに、写真撮るのは面倒だから嫌なんてなるわけないやん。作り話だから証拠の写真は撮れませんの間違いだろ。寝落ち寸前やから。お前の負けやで。一行目内容は理解できるけど、文章から頭の悪さがにじみ出ているからお前が悪い。いい年してごっこ遊び。遅刻ならしょうがない。こんな朝早くからやってるコンビニなんてねえよ。どこでも24時間やろ。次からもう少しまともな設定考えろよハゲ。イッチは話を展開できないんやな。クセになってるんやね。ニートだけ本当運を。コンビニなんかなんぼでもあんのに、おにぎり買い占めたくらいで切れるわけないやろ。通勤中に別のコンビニ行くのって結構手間やろ。もうちょっと練ってこい。こんなすれ立てるやつって何かしらの病気だと思う。全部買うのはまだいい。冷凍して家族で食う時点でもう少し設定練れよ。米炊くのめんどくさがるねん。ニートなら親がご飯炊いてるだろ。もう少し設定練れ。意味わからん。親が米炊くのをめんどくさがるんや。為替に行かせる方が意味わからん。消費期限もあるしもう少し設定練れ。冷凍したら何年でも食えるやろ。冷凍したおむすび見せてくれや。まさか全部食ったわけじゃないよな。食ったなら包装紙見せろ。ガチであった話なんや。すまんな。ただのかまってちゃんだから相手しないのが一番やぞ。てかおにぎり冷凍するか。100円セールだったらわかるけど。俺だったら精神科に行くね。こんな短い文章でも矛盾が生まれてる時点でニートはガチそう。親の言いつけだからしょうがない。じゃあお前は言いつけなら丸ぬんか。嘘に決まっとるやん。ガチなら大量のおにぎり見せてみろや。なぜ働いてないとわかった。ここで大量のおにぎり写真貼ったら英雄やで。イッチは冷凍庫を見せればまだ大逆転できる可能性あるぞ。確かに冷凍庫かレシート見せればええやんけ。はよワイもニートやガーサのコンビニ行ってきたわ。今日も一日布団生活やで。はよレシート見せろ。レシートはよ。もう少し面白い作り話しろよ。冷凍庫はよ。レシート見せて。ツッコミどころを作って伸ばすテクニックやろ。冷凍庫でもええぞ。はようせいや。レシートは受け取りそびれたわ。レスする暇あったら写真撮れ。冷凍庫見せて。コンビニのおにぎり冷凍するっていうのが気になりすぎて他のことどうでもいい。それってレンジでチンして食べるんよな。うまく解凍できるんか気になる。面白いな。なんで冷凍庫見せられへんの。冷凍庫はおにぎり冷凍するん。レンジでチンして食うんか。明太子おにぎりとか、ただのたらこおにぎりになってまうやん。お前の立てたスレ、全部ワンパターンなの気づいてるか。なんで働いてないってことリーマンはわかったんや。そんなにニートオーラ出てたんか。ニートの愛は4日に1回しか風呂入らんぞ。臭いんかな。臭いやつは 2,3 メートル離れててもガチで匂い醸し出すから気をつけた方がええで。そもそもレシートあったとしてもリーマンに絡まれた証明にはならんしな。ニートっていう設定だけは現実なんやね。臭。早く冷凍庫見せろ。おむすび見せろ。冷凍庫見せろよ。ニートやつで草。ニートはこの時間はお布団でスヤスヤしてる。ネギトロおにぎりとかチンしたらどうなってまうの。今回はやっちゃったね。おにぎり見せろと言われる隙を作ってしまったイッチの負けやで。
ニートで嘘つきとかマジで最悪やな。友達もおらんやろ。コンビニ行ったってのは事実なんだろうな。ニートやぷなのか。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。動物園行くといつも思うけど、あいつら一日中ダラダラしてるよな。くそ羨ましい。人間もあんな風に生活できればいいのに、ワイらがニートしてるとダメなんだよな。人だけだぞこんな動いてんの。そうやろ。ああ仕事行きたくねえ。東武動物公園行きたくなった。電車で一本だからたまに行ってたわ。ニートやけど一日中ダラダラしとるぞ。羨ましいか。正直普通に羨ましい。ワイは実家が貧乏だからニートできない。うつとか絶対嘘だわ。いつうつとか言ったよ。ダラダラしてたよ。お仕事辞めたよ。誰か助けて。悲しい。人間に生まれたくはなかった。一生そこから出られなくてもか。そこそこ広いからええわ。つれえわ。子供が騒ぎまくるから地獄やろ。奴ら落とストレスに感じるんやろか。白クマが後ろ歩きしてて、調べたらストレスが原因とか書いてたわ。はえ？暑いからじゃね。暑いのもあるかもな。その時遠足で来てた子供らが騒いでたから結構うるさかった。一生寝てたい。今日は一日中寝てた。生じき用だと変な芸やらされそう。頭いい動物はやらされるかもな。そりゃあ客が動物園でバタバタ急いで走ってたりしねえだろ。客の話してねえよ。そりゃ食料を探すっていう人生の根幹を人にやってもらってるから堕落するわ。ほんこれ。何もすることないじゃん。わかるわ。何も悩まずに動物園の動物みたいにダラダラしたいわ。ニートになってもいろいろと悩むだろうし、周りの目とか将来とか気になっちゃうだろうしな。動物園の動物は鬱になりやすいとか聞いたで。そうなんか。あんなだらけてて鬱になるんか。家の敷地から出られない生活や、ぐうたら以外ストレスになるで。ぐうたらしてたらストレスゼロやろ普通。一生狭い部屋で見せ物になり続けるけど、一日中ダラダラしていてよくなるボタンあったら押すか。押さんやろ。60、70歳まで休む間もなく働くんやぞ。もう終わりだよこんな人生。たまには旅行とか行かせないとまずいよな。ネットないから辛そう。閉園時間になってさっさとお家に帰っていくプロカンスコ。地球に閉じ込められてダラダラしてるカス。平均寿命めっちゃ長いんやろ。ストレスないから。ワイが動物園で撮ったゾウさんの写真見せたろか。介護施設で一生暮らすようなもんやろ。餌取るのが仕事やが、水も餌も用意されるからやることない。言うて生活保障するから一生引きこもりやれ言われても断るわ。それで平気なやつはその世界しか知らんから正気保てるんやろ。動物と比べてもしょうがないやろ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無気力ニートワイにおすすめの趣味教えて。最近ゲーム遊んでても面白くないんや。カメラ写真スコなんやけど引きこもりやから撮るものがないんよね。自撮りでええやん。 YouTube でライブ配信したらええぞ。配信自体には興味あるんやけど、顔も声もキモいからな。就活やり方がわからない。ハローワークで無料で教えてくれるで。デスバ頭の回転が遅いから無理やわ。まだ趣味の段階じゃないのでは。散歩、いろんなアイスを買う。一日一本。これやってみようかな。カメラとの相性も良さそうやし。プログラミング、巨人叩き、え、散歩、ただやし健康的やしおすすめ。ベース、無気力ニートのくせに趣味楽しもうとしてる場合じゃないだろ。音ゲー、イラストロジック、時間を無限に無駄にできるで。イラストロジックってなんや。ゲーム、昼寝がいいぞ。金はあるんか。深夜徘徊、クソ環境じゃないなら気楽にバイトしたらええんちゃう。同じく無気力やったけど読書始めたで。最近はそれから派生して英語の勉強もしてる。転売やな。売れたら嬉しいし金も入るし散歩にもなる。予算がわからんとね。フリーター時代の貯金50万。それなら金使えないから散歩とか、野球のスコア置き方ラジオ局に勝手に送るとかじゃない？野球のスコア送るとなんかええことあるん？スコア表書くのは楽しそうやけど。無気力じゃ何やっても飽きる。ワイはゲームだけは続けられてるけど、それ以外は無理や。数学、筋トレ、仕事見つける、日向ぼっこ、太陽浴びてスッキリしよう。公園で日向ぼっこおすすめやで。HP ではなくて、最大 HP が回復する感じや。就活、麻雀は無限に暇つぶせる。スクワット、できるだけ立つ時間を増やすのおすすめや。意外と立ったら活力湧いてくるし、夜ちゃんと眠くなる。ワイ無気力ニートのおすすめの趣味教えたるわ。数学、読書、英語、散歩、プログラミング、日向ぼっこ、写真。今のところ良さそうって思ったのはこのあたりやな。日向ぼっこをしたものやが、時間帯によっては公園のベンチはジジババとの争奪戦になるから気をつけてな。ギター、電車の大回り乗車や、
初乗り料金で合法で数時間電車に乗っていられる裏技や、Y は電車なんて大して興味ないけど、電車に揺られてると何かをしてる気分になれるから無気力民にはおすすめやで。プログラミングで面白い模様作ったりするの楽しい。何やってもええけど割とマジで運動も一緒にしといた方がええで。無気力である限り何やってもつまらん。散歩でもええから運動しとけば多少はマシになる。一応家の中でリングフィットはやってる。寺で修行、簡単なアルバイト、月1万円ずつ貯金。寺で修行ってなんや？金かかるんか？料理。手間暇かけて材料揃えて時間かけて一生懸命作っても一瞬で食べ終わることで、この世の虚しさ所要無常を味わえるぞ。真面目に言うと雑談配信。毎日欠かさず続けてたら固定客がついて普通に配信で収入得られるで。肉体の健康と精神の健康を別物と考えたらあかん。スクール、ニート辞めればやること増えるぞ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、今から近所にできたラーメン屋に行きたいが勇気が出ない。どうしよう、メニューとかわからん。おどおどしそう。けど食べてみたいんや。ちゃんとメニュー頼む時のボタンあるんかな？何歳？23歳。大卒ならまだやり直せるぞ。どうしよう、勇気をくれ。頼む。誰の金？ボタンなかったらメニュー表の一番上か、右端のお頼め。ウーバーで頼む。つか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 、って入って、ドン。と座って、ラーメン代、と頼め。食券だったら？ラーメン代、と叫べ。シミュレーションしてから行け。ニンニク入れますか？どのくらい近所なん？チャリで5分。駅前や。ええやん行ってこい。せっかくだから行っておいでよ。ワイも近所とこ行こうかな。直接席に座ったら店員から食券お願いします。って言われるの恥ずかしいよな。今の時間帯なら空いてるしお店側も嬉しいぞ。何のラーメンや？豚骨。味がわからないから頼みすぎ注意な。めっちゃ並んでたらどうしよう。人いっぱいいたらどうしよう。あかんのか？別に混みすぎてたら帰ればいいやろ。とりあえず行ってみたら？行ってみようかな。創作ラーメンみたいなのか。個人店系は行きづらいわ。この時間やってるか？とりあえず外出るわ。食べれたらまた何時乗せる。頑張る。頑張ってね。尼崎市か？個人店だと昼過ぎたら一度閉める可能性あるで。いつまでやってんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、FX で3週間で資産2倍にしたから褒めてくれや。自慢する人いないんや。5000を1万にしたぐらいやろ。2000円を4000円にしたぐらいや。よくわかったな。小学生かな？ニートは小学生より金ないぞ。お小遣いもお年玉ももらえないんや。元で少なすぎて泣くわ。貼らなきゃ信じないよ。何を貼ればええんや。貼り方教えろ。10円が20円になったの？すごいね。1億あったら2億にできてたやん。ほんまこれなんよ。今のままじゃ労力と利益が合ってない。運が良かったね。何回も取引してるんやが運なんやろか。1年続ければすごいことになるで。どうなるんや。なお、来週には溶かしてる模様。その調子で5000万目指そう。正直気力が続かない。息抜きする金が欲しい。ようやっとる。天才やん。5000万でやったら1億ってことやろ。Y はインデックスしかできないから尊敬する。借金しろよ。後でチャート見てチャンス逃してたなってなるわ。一日で気が向いたたまにしかチャート見れん。設備整える金が欲しいわ。一日中座っても疲れないイーストディスプレイを変えたい。1万くらいの安いゲーミングチェアで長持ちはせんけどそれなりに快適や。チャートもっと見れたらもっと稼げるだろうなと思う。そんなことするならバイトでもしろや。資産ってお前、2000円しか持ってないんか。不労所得とか思ってたけど、本気でやったら労働に近いのかもしれん。第二の人生頑張るぞ。たった数百円のために一日中パソコンの前に張り付くのはもう勘弁や。デイトレーダーの民おらんの？わからん。このスレも終わりやね。Y しか書き込まんやん。さっさとバイトでもして元で稼いでこいや。まさか1000通貨単位でトレードしてるんか？0.1 ロットくらいだから1000通貨やな。Y も最近始めようと思ってる。XM ってやつでいいんか？こういう初心者に教えてお金欲しいんだけど、どう？お前じゃ無理や。初心者は入門書、でも、本番でいいんか？入門書とでもいらんぞ。いきなりわけわからんまま始めるんか？なんでや。こうやって調子に乗る時点で向いてないと思うわ。1万入れてれば25いけば、1日でも結構儲かるよ。わお、積み立てにいさ仕組みの見物。失うもんないならデイトレは最強やぞ。相場の動かなさそうな日に行ったり来たりしてればかなり儲かる。月10万くらい欲しいんやがデイトレと中期どっちがええんか？その思考がおかしいんよ。その2つでどっちが良いとかいう話っておかしいと思わない？昼の株スレで貼ったやつ。FF 店に見えた。Y20 万を1ヶ月で1450万にして、次の日にリボ払い300万だけが残ったで。すごいやろ？才能あるな。量販博打みたいなもんやろ。
成功体験が忘れられなくて深追いして破滅するで。どうせヤプだろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は下半身欲していたら両親に怒られてしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは27歳、半身浴してたら両親にブチギレられた。暇すぎてお風呂でのひとときを楽しんでたら両親に怒られたんを。ニートが優雅に風呂なんか入ってるからだろ。バス用品使ってたってこと？香りのやつとか。まずは入浴剤を使ってることを怒られた。詰まりやすいとかなんとかかんとか。そうなんか？入浴剤を使いすぎると風呂をダメにするのはガチ。だからアパートでは入りまくればいいけど戸建てではやめた方がいい。そんなん言われたことなかったし、気づかないだろ普通。昨日、休みだからまっまとパッパで出かけるとか言ってて、家に一人っきりになったんだよ。それで入浴剤をたっぷり入れてから半身浴を楽しんでニヤニヤしてたら、パッパとまっまが忘れ物して帰ってきて、ワイが風呂にいることに気づいてキレたんを。ニートが優雅に風呂はイラつくけど、家に帰ってきて風呂に入っててそこまでキレることか？今までの積み重ねだろうな。あれこれ溜まってたから怒られたんだと予想。ワイの半身浴がダメだったらしい。前にもパッパとマッマがいない時に左側だけ半身浴したから、次は右側って思ってたんだけどさ、なんつうかワイの見た目的な部分を怒られた気がする。ふざけてんのかって、でもよく考えたら風呂を覗くのは悪趣味だし、どう入浴しててもワイの勝手だよな。半身浴ってそっち？ニートが風呂を占領するな。絵面が悪いから仕方ないな。それでまだ入ったばっかりなのに、出ろって言われて風呂から追い出されて、こんな暇があったらどうのこうのってめっちゃ怒られたんを。働けとか、家の家事くらいしろとかそんな感じやったな。正論、済ませてもらってるんだし、両親が外出中に掃除するくらいの気遣いは欲しいよな。ワイも風呂場でニートが遊んでたらちょっとキレるかもしれないな。ちなみに風呂掃除はイッチがしてるの？風呂掃除はいつもマッマがしてる。それも怒られた理由の一つじゃね？イッチが入った後、誰が洗うんだよ？マッマだろ？もしかして前にイッチが半身浴をした時に、洗わずに出たとかある？一応、風呂の線は抜いたんを。こりゃ有罪だな。湯船に使ったのなら洗えよ。うわぁ、最低。そうなんか？ワイが子供の時はいつもワイが一番風呂やったし、別に良いと思ってたわ。ニートと子供じゃ違うんだよ。ちょっとは考えろよ。やっぱり色々と原因があって説教されたってことか。今からでも風呂洗いに行って許してもらえ。そもそもニートが入浴剤なんか使ってたらムカつくわ。何リラックスしようとしてんだよ。別にワイはわざと入浴剤を使おうとしてたわけじゃないんだよ。言い訳になるかもだけど、昔、何かのお土産でもらったやつがあってさ、机を整理してたら出てきたから使ってみようって思っただけんを。やっぱり暇って人間をダメにするよな。思考力まで落ちてて草。でもパッパとマッマがいない間に入浴しようとしてたってことは、自分でも少し悪いことだって認識してね。確かに、怒られるのをうすうすわかってたんだろ。じゃなきゃ親がいる時に入ればいいしさ。そう言われればそうかもしれないんを。でもかなり急に怒られてびっくりしたし、まだ入浴中だったんだけどな。どうせまた夜に入るんだろ？なんでそれくらいで文句言ってんだよ。のんびり入浴したかったら銭湯でも行ってくれば？家族に迷惑かけるな。銭湯に行く金がないし、それに人がたくさんいるところで、おじちゃんとかに話しかけるのは苦手や、家の浴槽だからのんびりできるんだよな。そのまま入浴中に浴槽に沈めてやりたいわ。ニートってこんな幼稚なやつばっかりなのか？外に出て会社やなんかで荒波に揉まれない分、顔も幼いし精神的にも幼稚って聞くよな。確かに顔見るとニートってわかる気がする。マジか。ちょっと鏡見てくるわ。鏡なんてめっきり見てないな。自分がどういう顔とかどうでもいいわ。それより入浴するくらいで、怒られて2時間以上説教されたのがショックだったんを。別に今後一切、風呂に入るなって言われたわけじゃないだろ。大げさなんだよ。むしろ今まで働けとか家事を手伝えとか、あまり怒られてなかったってことだよな。それに驚いたわ。結構甘い親なんやな。ニートになってすぐは怒られてたけど、ちょっと諦められてるみたいなのはあるかも。もうあまり親に声をかけられる機会もなかったから、入浴中に急に怒鳴られてショックだったんだよ。風呂場だと声も響くしさ。あれこれ言われるのが嫌なら、家事なり仕事なりすればいいだろ。それ、ニートだから怒られてるんやぞ。でも社会人で会社行ってる息子でも半身浴。体の片側だけ浸ってたらやばいかも。怒鳴りはしないかもしれないけど、軽く絶望する。それな。なんで買い物の途中に帰ってくるんだよ。そこかよ。悪いことしてるの見つかった子供みたいな反応やな。それだけ幼稚なんだろ。察し。まあ入浴剤も使い切ったしもうしないんを。当たり前だよ。それより働けって言ってんのに。半身浴はやめるけどニートはやめれないんだよ。外に出たいとは思えないし働けるとも思えないんを。そのうち追い出されるぞ。君。こういうのってどうにかできんのかな？
幼稚すぎてドン引きだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。16歳から24歳まで、引きこもってた結果、クソワロタ。ワイは、18から24まで引きこもってるぞ。なんで笑えるんや。すべてがバカバカしく思えるぞ。喜んでもらえてワイも嬉しいわ。なんで引きこもったんや。高校中退してから引きこもった。さ。開き直ったんか。比較する対象がないもん。ゼロだからね。他の人とは違うよ。まだギリ間に合う。ワイも16から23まで引きこもってたわ。VIP に来い。将来の夢とかある?悟りを開くことや。早く精神科に行けや。ちょっと働いたらニートに戻るで、200% そうなる。ワイも13から引きこもって、18から大学に行き始めたがあかんわ。常識がわからんという漫画みたいな状況になっとる。話し合わせるのきついわ。兄弟とかおらんなら比較対象もないんやろか。こういうやつに限って、自分は特別なんだと思ってそうだわ。そんな感情もない。ただ面白い。資格勉強でもしたら?Y は12歳から24歳までや。Y の勝ちやね。まったく家から出なかったわけじゃないやろ。コンビニに行くとか?それくらいならある。特技は?金さえあったら働く気ないわ。どんなギャグを見聞きするより、この人生を振り返った方が面白い。何もないショーや。そんなに面白いなら、ブルーマンショーみたいに配信してみたらどうや。バカなことやってないで働け。Y も同い年でそれくらいニートしてる。引きこもりではないんやけど。引きこもりでもネトゲにハマってたとかあるだろう?Y にはない、寝てたんや。起きたら24歳だったんや。ちなみに3年間はネットもなかった。もうおっさんやん。若い時代無駄にしててかわいそう。逆にそこまで行くと何でもできそう。期間校行くで。Y は19から引きこもって今25や。兄弟もちか一人っ子かでまた違う。今の Y より全然セーフ。年齢は偉大だ。引きこもりわらわらで草。高校中退ってことはかなり厳しいね。別にトラックとか乗れば人並み以上に稼げるんやが。中卒のあかんところは学歴やなくて、高校すら中退する根性のなさなんよな。これな、まともに働くのは無理や。今時大卒やないといろいろきついで。きついのは中途な。新卒なら高卒でも重宝されるし、逆に大卒でも中途なら実力主義。日本は新卒ゲーや。大企業の総合職ならまあそうだろうな。中途なら肉体使わんと金たくさんもらえんから、泥臭いこともできる高卒のが有利や。大卒は汚れ仕事したがらんからな。引きこもりってなんやねん。素直にニートって賭けや。世俗的な望みはない。生子しか生きる道ないよな、ほんまに。悟ってるようでそこの現実感だけないよな。引きこもりって。なるようにしからならん。のたれまる布も一興や。まあ人生は人それぞれ。別にええやん。俺も引きこもりではないけど振り返ってみれば、しょうもない人生やったしな。ただ母さん高校はしたれや。おっちゃにゃん。Y は19の時半年新聞配達してたけど、なかなかええぞあれは。砂利やったからイヤホンでなんか聞きながら適当に配るだけ。まあ一致は間違ってはいないやろ。困ったら共産党事務所に合うや。悟ってるように見せて、言い訳臭いのがめっちゃダサいな。悟ってないぞ。悟りは将来の夢や。実際どんなに若い若い言われても、この年齢もきつい。ワイとためか ?13 歳から24引きこもりやで。君が投げかけられる質問って、普通の人生歩んでても一緒やからな。今楽しいことしたらいい。金が必要ならアルバイトすればいい。とりあえず親に精神科連れてってもらえ。夜中に汚い格好で買い出しに来てるの一致やろ。晒すのはやめてくれメンス。髪ボサボサのデブか。それ以上はいけない。ワイの勝ちやね。飯はどうしてんねんや。近所のパン屋にたまに買いに行くけど、パンの耳もろてる。それを冷凍して食ってる。期間校ってどんだけしんどいの?クソやべえ丸ぬ。じゃなくて、うわやべえこれ、が毎日続く。じわじわ苦痛が続く。ワイも大学中退して4年引きこもって、週4で5時間のフリーターやっとるけど、どうすんのこれ。結構しっかり働いてて偉いな。パンの耳だけで生きてきたんか?ワイと同じようなもんやん。22あたりからバイトしてたが。ワイは23歳やけどほぼ同じやな。ただポケモンとドラゴンマルールのフィグ集めっていう、唯一の趣味があるからなんとか生きてる。小遣いとお年玉で貯めた貯金も、そろそろ尽きるからそれももうすぐできなくなるけど。なんかネタ臭いなこいつ。パンの耳もろてるとか陽キャラやんけ。お前ほどネタ臭くはねえよゴミ。すんごい違和感があるんや。言い表せないこの違和感が笑わせる。違和感としか表現できない。わかるわ、中身は子供のままなのに、年だけ大人になった感じな、タイムスリップしてきたみたいやわ。おいおいネタとかやめてくれよ。10年以上引きこもり選手は、結局Yだけやったら怖すぎるで。んなわけないやん。10年ニートも珍しくはないやろ。Yも友達ゼロでニートやが、最近カップル見ると辛いんおねえ。前までなんとも思わなかったのに。そうか?
Y は笑っちゃうが微笑ましいと思う。思春期の大事な時期に引きこもるとかもう終わりじゃん。まともなコミュ力も常識もないだろ。Y は大学卒業してからニートやからセーフ。生地金食ってる分たち悪いわ。親はね、15の時バイトしたけど1ヶ月半でバックレた。週5で8時間は最低やないで。通勤時間もプラスされるからな。夜中に松屋とか行くと、コミュ障で明らかに仕事できんようなおっさんも働いてたりするから、誰でもなんとかなるやろ。俺は50年無所にいたからな。俺に比べたらみんなマシやで。笑ってる場合じゃないだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート、親まるんだら生活保護があるから楽勝。これ、許してええんか？ええやろ。いかんでしょ。なんで？ずるいから。何がずるいん？健康体でその気になれば働けるからや。それ君の勝手な想像やん。働けないからニートやってるやつもおるのに。そんなイージーゲーム許してええんか？ニートは認定されないから安心していいぞ。親に追い出されたんだが。言うて高齢ニートいらんやろ。生活保護がその時まであると思ってる。おめでたい奴らだ。ずるい思うならやればええ。じゃあお前もニートなれや。子供も嫁もいないの後悔するで。ニートになるような奴が嫁と子供持てるんか？生活保護って全親戚に、この人養ってもらえませんか？って手紙行くんやぞ。そんな恥辱に耐えられるならどうぞって感じ。そういうの気にする奴がニートやると思う？言うてそんな人生送りたいか？人間を辞めるってことを見せてやるぜ。誰でも簡単に取れるなら世の中苦労せんわな。条件、収入がない、クリア。働けない、高齢職歴無職なんてなんかの精神病だからクリア。親戚に頼れない、クリア。最強すぎへんか？そんな奴食い詰めさせたら無敵の人になるぜ。どうやって窓口で説得するつもりか？申請する権利は保障されてる。強気でいけば通る。このレッスコ、親丸沼でニートの奴が、窓口で強気に出て説得できるわけないだろ。もらえんかったら丸沼だけやん簡単やで。天涯孤独なら簡単に申請通りそうやな。そんな簡単に受けられるわけなんだよな。年齢にもよるけど意地でも働かされるぞ。うつの診断書とか、精神2級あれば余裕で通るぞ。戦後、一番良い時代。地元にいたらきついな。これよう言われるけど、体動く男が簡単に受けられるわけないやろ。よほどの事情ないと、働け言われるやろ。車持てないんやろ。独身の単独行動ならいらへんやろ。Y は働いてそこそこの金もらって、そこそこの生活したいからええわ。亡霊のように生きるだけなんて、いくら金もらえても嫌やわ。難病持ちとかじゃない限り、働け言われるやろ。福祉がずるいとかなんやねん。言うほどイージーモードか？持ち家持ってて生活保護とかいけるんか？資産あると無理。売却するしかないね。うつの診断書あれば通るで。あんなん医者の前で、僕ちゃん元気ないんでしゅー、とか言ってれば余裕やろ。じゃあ申請すれば？いや俺個人の話はしてないんやけど。いいなあいいなあってはめいてないで、さっさとそっち側行けよ。ってことやでアスペ君。なんでそんなにイライラしてるん？親戚相手にすら、自分をダサくしたくないってプライドあるんか。身内やんけ。普通に通らんやろ。条件クリアしたら余裕で通るぞ。高卒、職歴なし、AT 限定、現在35歳、双極性障害。Y も将来お世話になりそうやから、参考にしたいんやがこのスペックなら通るか？無理やろな。自分が底辺やって自覚できてるから。そのスペックで、Y を否定するな、人権あるんやぞ、と怒鳴り始めたらもらえるわ。これはある。権利主張するがの強い人か、本当に困ってるアピールができる人でないと保護はもらえん。生活保護は申請主義やから。社会に出てこられたら邪魔だから、金渡しといて引き切ってもらった方が楽ちゃう？お前みたいな奴がもっと増えれば、社会は平和やのにそれを許さん連中がおるんや。その方々のおかげで、クズが増長しなくて良いんでそのままでいいよ。クズは言い過ぎやろ、社会保障受けるのは国民の権利やねんから、生子も悪いことやないで。労働する能力も意欲もない奴は、金渡しておとなしくしてもらった方がいいんだよね。言うてる本人も内心不安の中での発言やろな。当たり。生活保護なんてまともな娯楽も享受できんし、哀れなだけや。医療費無料だけはやめた方がいいやろ。はよまるんでもらわなあかんのに。屠殺されないだけで、家畜と同じような生活やんけ。でもほんまに不幸な出来事で、働けなくなった人のための制度としてはもっと充実させてあげてほしいわ。セーフティーネットなんだからええやろ。バイト4つ使用期間で切られてるレベルの無能だから、まともに生きていける気がせん。手帳ないと受け取れへんらしいけど、惰性ニートは持っとるんか？生活保護に嫉妬するくらい貧困化したってことや。生ポって全然もらえないやん。腕一本くらいちぎればいけるで。ゲームできないニートとかやっていけるんか？せめて足にしてくれメンス。そら VR よ。そこまでしていきたい理由は何かあるんか？生きててもええことないやろ。ゴミクズ同然の存在やのに。働いてまで生きたい理由なんかあるんか？
毎日毎日心身すり減らして、わずかな給料の愚痴をもっと下にぶつけるだけの生活が大事なんか？わずかな給料でもないし、子供3人おるからな、楽しいで。実際問題、最低でも精神通院とか実績積んでくれてた方が投資法も楽や。マジで何もやってない引きこもりやニートは困る。働け働け言いまくらない感じ。やっぱ昔は一回就職したら会社が社員囲って、人材投資しまくって育てたからな。今はちゃうよな。贅沢できないのは辛くないか？ポチポチゲーや YouTube のよくわからん動画でも、楽しめるくらいに脳を退化させれば余裕や。手帳は精神2級以上、身体3級以上が必要やで。ニートは精神2級を取りに行くべきなんや。YF ラン大学生だけど、出席しても携帯いじってるだけで何もしてないし、何の能力もなくて働ける気がしないから、ニートになるか迷ってるわ。Y なんかどこも取ってくれなさそうやし。君は発達障害の疑いあるやろ。精神科行って手帳作れよ。何十年も働いてないって、本人が思ってる以上に、異常なことやから普通に生ポも通るやろ。その人生で心壊れないならそれでいいんやと思う。ムマルカ大統領の名言集を読め。ニートのが勝ち組だとわかるから。ぶっちゃけ40までニートしてたら十分人生満喫したようなもんやし、マルという選択も悪くないと思うんだ。無敵の人ほったらかしにしたら何するかわからんからな。処分できない以上、国が買うしかないんや。そういう答えは少ないけどな。ほとんどは傘持った小学生にもいじめられる連中や。生ポニートは増えてそうだよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートってガチで何して過ごしてんの？辛くないの？嫌にならないの？ FX の練習。まんまわい。筋トレ。あとは何も。俺のことを監視してるくせにしらじらしいな。ネットサーフィン、ゲーム、テレビ。学生時代に遊んでた今やっても DS 楽しいんごねー。読書。図書館で本読んでる。働いてた方が楽。3日に1回くらい外出て、チャリ乗ったりカラオケ行ってる。丸沼で続けるわ。VTuber 見てるんだ。ネットあれば今は何でもできるし、こんな疑問が浮かぶ方が謎なんやが。やること多くて大変。一日の時間足りんよな。睡眠時間も確保したいし。筋トレと自然を愛するぐらいであとは何もしてない。瞑想。ニートより働いてる方が辛いんやからしゃあない。気がついたら一日終わっとる。特に何もしてへん。散歩やな。そりゃもうええかんないんよ。薬飲んで昼寝。睡眠も野球もゲームもしたいし、何時も楽しいし、時間配分が難しい。みんなきちげ解放動してるんや。薬か酒。午後、同実況。わいは12時間睡眠。無限に寝れる。すべてがだるい。親の車でドライブよ。みんなが休日にしてるのと同じやろ。わいがニートしてた10年前は、VIP で1日終わってた。ほんまに1日24時間じゃ足りん思てたわ。わいも VIP のニートスレにいた。みんなでお絵かきチャットしたりバトマルはしたり本当に楽しかった。ワイは脱ニーしたけどみんなどうしてるんかな。一週間は外出てないとマジで精神ぐっちゃぐちゃになる。最近は警察に捕まるんじゃないかっていう根拠のない恐怖に怯えてる。コンビニぐらい行け。顔知られてるから余計行きづらいんだよな。行き続けてると慣れるで。ずっと中にいる人って外に出て散歩したいって思わないの？ワイ外に出たくてたまらない。人目が気になるやん。ましてやワイなんて風呂とか全然入らんし。かかか。ニートになって1ヶ月過ぎていよいよやばい。親が金くれるニートはええな。すまん、ゲームとか全く何もしない。ただ飯食べて寝てるだけの人いないか？植物に生まれたかった。ニートってバレるのが嫌で精神科行けないやつ、は嫌で。何もしてないな。近所の猫とお話ししてるで。周りの近所の子供から猫の精霊って呼ばれてる。今時はいくらでも娯楽あるけど、30年前40年前の引きニートは何やってたのか気になるわ。図書館くらいしかなさそう。深夜のコンビニバイトとかならしてもええんちゃうの？楽やしどうせ起きとるやろ。あ、こんな時間に散歩してる。あの人絶対ニートだ。人生80年って長すぎね。わいまだ30歳やけど、やることなくなってきたぜ。働いてたら好きなことほとんどできないじゃん。帰ったらあっという間に寝る時間だし、たまの休みもすぐ終わる。奴ら眠る時間を削って遊んだりするらしいからな。わいらニートも頭おかしいけど奴らも相応に狂ってる。8時間は寝る、風呂にゆっくり浸かって掃除する、自炊をする、運動をする、のルーチンだけで相当時間を使うわ。働きながらだとまず無理やこれってのがよくわかる。生きていくだけなら週3で8時間とかで十分やから。自由時間は欲しいけど、生活費は稼がないとって人は、そういうのもあり。起きてご飯食べて映画見て、昼寝してゲームからの寝る。最近読書ばっかりしてるよ。久しぶりに外出すると冷や汗止まらんかった。ずっと家の中にいるの辛いって人の気持ちがわからん。特にこの時期暑くて外出たくないわ。いや、なんか寂しくならんか？家の中にずっといたら。
筋トレとランニングと、ボルダリングとソシャゲしてたらガチで時間足らん。1日50時間は欲しい。金どうしてんの？仕事疲れたからニートに戻りたい。働いてた頃の金と失業手当。別に働けとは思わんけど、そこまで暇ならバイトの一つでもした方が楽しくないか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は人に会うのが怖くて隠れながら外を散歩しているというニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは26歳。人に会うのが嫌すぎて隠れながら散歩する。ニート生活が長くなってきて、最近、人に会うのが怖いんだが同じようなやつ、いる？家にいても落ち着かないし外の散歩はいつも命がけや。ちょっと気持ちわかるかも。じゃあもう外出しなくてよくないか？運動不足になるし、少しは外に出たいんだけどさ。もしかして話しかけられるかもとか、何か言われるかもって思うと怖くなる。大卒ですぐにニートになって、最初は大学生って思われるかなと思ってたけど、この歳で平日の日中はやっぱり怪しいよな。そんなこと気にしてたらニートはできないだろ。もうずっと家に引きこもってれば？夜は？夜中ならそこまで人もいない式にならないんじゃないのか？もちろん外出は夜メインなんだけどさ。親が夜はあまり外に出るなって言うんだよ。ニートだし用事もないだろってな。それに正直、家でも人に会いたくないっていうか、夜だと親がいるリビングを通ることになるからそれがハードルが高い。日中、マッマが出かけてる時を狙って外出するけど、今度は外の人の目が、ってわけや。そこまで周りのことを気にしながら生きてて楽しい？どうせ近所の人にはあれ、あの人ニートって思われてるんだし、今更感があるよな。まあ田舎とかだと確実にバレてるな。大体の年齢も近所のおばちゃんたちに把握されてるだろうしさ。それはある。でも気になるものは気になるんだよ。だから外に出るときは電柱とか隠れそうな場所を覚えておいてそこを拠点にして動いてるんを。誰か歩いてる人を見かけたらしばらく隠れてたりな。まあ、なんでこんなことやってるんだって思うときもあるけど、一人メタル丸アだと思うことにしてるわ。急に前を歩いている人が振り返ってくると霊の効果音が頭に鳴り響いて緊張状態になる。一人スネークはクソアロタ。ああ、あの音はせるよな。普通にメタル丸は好きだから笑った。ニートじゃないけど普通にやってみたいわ。家の中でもそんな緊張状態なのか？疲れない？マッマにもパッパにも大体の行動パターンみたいなのがあるから家の中ではそこまで困ることはないな。大体今なら大丈夫。って時間帯があって、その隙にこそこそ冷蔵庫に行ったりしてる。子供の頃に貯金した金しかないから使うのをためらったけど1リットル入る水筒を買ってから快適や。夏場でも氷と水を入れておけば下に降りる必要がない。2階にもトイレはあるからな。徹底してるな。でも26ならやり直しがつくのにもったいない感じがするな。逆にそろそろ働かないと手遅れになるんじゃないのか？ワイもニートやけど引きこもり癖がついてからやっぱり一致みたいな感じになったな。外に出ると噂されてる気がしててたまらん。こういうのって、元が陽キャでもそうなるもんなのかな？陽キャってわけじゃなくてごく普通なキャラのワイはそんなもんやで。はい。やっぱりニートにはなりたくないな。まあニートするくらいだしワイの場合はもともと人付き合いが好きなわけじゃなかったよ。前から極力、どうでもいい会話はしたくなかったし、友達もそんなにいなかったな。今はもう一人もいないけどな。とにかく外に行くってなったらコンビニかスーパーくらいでそれ以外の用事は親に頼んでるんを。貯金がほとんどないのならコンビニやスーパーに行くのをやめればオッケー。確かに。っていうかレジでは話すだろ？Y の近くのスーパーもコンビニもセルフレジのコーナーがあるから誰とも会計で話すことはない。あとはほとんど散歩だしさ。何も買わずにコンビニのあたりまで歩いて中にも入らずに帰ってくることもある。前にどこかのスレで引きニートでずっと寝てたら体の筋肉が落ちて歩けなくなったって見てさ。それは避けたいんや。年寄りは基本 A だし、家の中をうろうろしてるだけでも筋肉は大丈夫だと思うけどな。それより Y の場合、久しぶりに外に出たら日の光が眩しすぎてなんか色々と疲れたんを。なんかニートも色々と面倒なんだな。マッマとパッパはこんな息子を持って不幸やな。Y 自身もそう思ってるけどだからって働く気もしないしハロワに行く気力さえもない。なんで大学なんて言ったんだろうな。学費が無駄になったわ。それはパッパのセリフやろ。でもまあ26でも27でも働く気になった時にやっぱり大卒ブランドがあった方が良い気がするけどな。大卒ブランドが輝くのは新卒の時くらいやで。大学も今とそんなに変わらなくてずっと引きこもってたしな。単位が足りる程度に出かけてただけんを。サークルも入ってないし、バイトもしてないし、大学の思い出なんてほとんどないな。ただ単位を取るだけでさ。まあ F ランではないけど大学に行った意味を未だに見出せずにいる。F ランじゃないならまあ良くない？はい。Y は大学時代が一番楽しかったから戻れるもんなら戻りたいわ。じゃあバイト歴もないのか？終わってんな。バイト歴もない。
受験勉強して、大学に入って、その後はずっと空白のままや。そのままだと気づいたら30代、40代になるで。それ、年取るのはあっという間だから気をつけろよ。